ンディーズです。お願いします。やっぱね、芸人やってたら、うん、特技の一つや二つあった方がいいじゃないですか。絶対それはそう。だから俺今日ね、手相を勉強してきたんよ。めっちゃいいやん、手相やろう、うん、じゃあ今日見してくれへん、手相。あ、俺の、うん、今日この分かる、いい見して。手相絶対仕事になりますからね、うん、これ。あ、なるほど。あ、てか、お前なんか手ちっちゃない？お前がでかいだけやろ。え、なんか手ちっちゃない？いや、お前がでかいだけ。え、なんか身長高いのに結構手ちっちゃ。ねえ、見てくださいこれ。こいつがでかいだけ、ね、めっちゃ手ちっちゃいですよね。こいつがでかいだけ。めっちゃ手、なんでこんなちっちゃいの？なんか…お前、俺のこと落とそうとしてない？合コンとかでよくあるテクニックの手相見れんねんつって、さりげなくボディタッチするやつやって、俺のこと落とそうとしてるやろ。いや、してへんよ。絶対嘘、落とそうとしてるやん。てかさ、今日服似合ってんの？落とそうとしてるやん。俺の今日着てる服褒めて、俺のこと落とそうとしてるやん。なんかクリームしようとした感じでさ、めっちゃいいし、よく見たら竜の刺繍とか入ってて、でネクタイも意外と、これシャドウ派は立ってくれてるみたいなこと。お客さんのこと車やと思ってんの？何それ、落とそうとしてるやんな。髪切った？キュンです。好きなる。切ったし、実際合ってるやんな、うん、めっちゃ似合ってんねんけど、うん、ちょっとなんか上の方乱れてるから、え、見んといて。ちょっと直してきた方がいいわ。え、あ、鏡あるからちょっと直してき。うん、ありがとう、うん。いやでもね、僕が落とさなあかんのは相方じゃなくて漫才の方なんですけどね。ごめん。お、おかえり。お待たせ。うん、ごめんごめん。じゃあ行こうか。え？え？え、ちょっと待って。ん？え、行こうか。え、落ちは？あ、さっき落ち言っといたの。お会計払っといたぜみたいに。俺のこと落とそうとすんな、おい。何しとんねん、お前。俺のこと落とそうとすんなよ、お前。何がやねん、おい。帰れや、このチビ。 UMB 宮崎予選で燃えるゴミに追い詰められた時のガドロスナ、もうええわ。どうました。